久保しおりは日本のアイドル、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバー、セブンティーンの専属モデルである、宮城県出身。身長161センチメートル。血液型は O 型。2001年7月14日、宮城県に生まれる。小学6年生の頃、おいで、シャンプーの、 ミュージックビデオの桜井玲子の笑顔に惹かれ、乃木坂46が好きになる。2016年2月20日から22日まで生放送された乃木坂46の乃木坂46時間テレビで発表された3期生募集の告知を生で見ていた久保は、その場で3期生オーディションを受けると決め、後日3期生セミナーに参加した。その後、宮城で行われる、 アンダーライブに行こうと考えたが、修学旅行の日程と追っていたため、比較的近い山形で行われた4月24日のアンダーライブ東北ツアー山形公演に参加した。これをきっかけに、乃木坂46に入りたいと思い、乃木坂46の3期生オーディションに応募した。同年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。 合格発表後、LINE イ,イブで、乃木坂463期生決定スペシャルが生配信され、合格発表と同時に、乃木坂46での活動を開始。出版社コラボレーション特別企画賞で、フライデー、週刊プレイボーイ、EX 大衆、別冊、角川の特別賞を受けた。同年十二月十日、日本武道館で、乃木坂クス三期生、 お見立て会が行われ、ファンに初披露された。同年12月19日、乃木坂463期生ブログが開設された。1日1名ずつのリレー形式となっており、久保は12月23日より12日ごとにブログを書いている。2017年2月2日から12日にかけて、3期生、初公演となる3人のプリンシパルが15、公演実施され、 うち11公演で第2幕に出場した。同年5月9日から14日にかけて3期生初の単独ライブとなる乃木坂463期生単独ライブが八公演実施された。2017年8月1日発売の女性向けファッション誌セブンティーン9月号から同誌の専属モデルに起用され乃木坂46の3期生として初のモデルとなった。 2018年2月22日、乃木坂46公式サイトで、久保の個人ブログが開設。同年3月12日放送の乃木坂工事中で、乃木坂46のトゥエンティースシングル、シンクロニシティ」に、初副人として初選抜されたことが発表された。同年3月30日には、東京ドームで行われたプロ野球の開幕戦で、試合前に、桜井玲子、 白石舞、西野七瀬、生田恵里花、山下美月と共に国家聖唱を行った。同年6月30日、体調不良により、乃木坂46真夏の全国ツアー2018をすべて欠席、また乃木坂46の2ファーストシングル、自己中で行こう、の活動に参加しないことを発表していたが、同ツアーの最終日のアンコールから復帰した。 同年十一月十四日、乃木坂フォーティシックスの二セカンドシングル、帰り道は遠回りしたくなるで、アンダーメンバーとして楽曲参加に復帰した。二千十九年五月二十九日発売の乃木坂フォーティシックスの二サードシングル、シングアウトで、副人メンバーとして選抜復帰した。十月から十一月にかけては、乃木坂フォーティシックス版ミュージカル、美少女戦士、 セーラームーン2019で主役、セーラームーン、月のうさぎ役に抜擢され、東京公演、上海公演に出演した。2020年8月29日、楽天生命パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ13回戦で、地震初の始球式を務めた。2021年4月より放送のテレビドラマ、 黒心理彼女が教える禁断の心理術で連続ドラマ初主演。同年6月上演の夜は短し歩けよ乙女で単独では初めての舞台出演。愛称は久保ちゃん、久保氏、しーちゃん、しおちゃん。チャームポイントは手のひら。1日に5食も食べていたことがあったが体細い。家族構成は父、母、3歳年上の姉、犬。 長所は一つの物事を追求できること、真面目で探求心が強いこと。短所はマイナス思考なこと、物事を深く考えすぎてしまうこと。ザウの名は自分に限界を作らない。乃木坂46で同期のヨダユ樹キからは努力家で真面目と評されている。好きな食べ物はスイーツ全般、きなこ、豆腐グラタン。 きなこ牛乳、豆乳、ヨーグルト、アイスクリーム、グラタン。嫌いな食べ物は春菊、お刺身。好きな色は白。好きな季節は冬。好きな曲はワッチ、大丈夫、グリーン、口笛、辻あやの、風になる。カラオケの18番はクリス・ハートのアイラビュー。好きな本は友達や君の友達。好きな映画は時をかける少女レミゼラブル。 好きなファッションブランドは、アースミュージックエコロジー、アンクルージュ、GU。好きな言葉は努力。趣味は手紙を書くこと。乃木坂46に入る前は、乃木坂46のファンだった。特技は、小学1年生から中学3年生までやっていた、チアダンス、トロンボーン、鼻の下に鉛筆を乗せること。 小学3年生から中学3年生まで、チアリーダーとして、東北ゴールデンエンジェルスに所属していた。また、球団創設時からの東北楽天ゴールデンイーグルスのファンであり、推し選手は、モテギエイゴロウ。乃木坂46で尊敬するメンバーは、生田恵里花、卒業生の江藤美祭。乃木坂46の推し面は2期生の堀美女。乃木坂46で好きな曲は、 何度目の青空か、太陽、ノック、さよならの意味。好きなミュージックビデオは、ガールズルール、ロマンスのスタート、立ち直り中。また、日向坂46の加藤志穂小坂直人の交友がある。将来の夢は乃木坂46に必要不可欠な存在になること。目標としている人は、乃木坂46の先輩。 サイリウムカラーはステージからよく見える色として、水色黄色。乃木坂46坂道、AKB 乃木坂46。ありがとうございます。